はい、梅パパです。今日は、高根沢、栃木県高根沢の親水公園ですね。トレーラーハウスがずらーっとありますね。トレーラーハウスずらーっとありますね。なかなかいいですね、これね。このようなトレーラーハウスがあります。雰囲気最高じゃないですか。で、池があってずっとトレーラーハウスになります。ウッドデッキがあって中にはバーベキューできるようなね、テーブル椅子、そういうものがありますね。トレーラーハウスの入り口はこちらです。じゃあ今からね、ちょっとぐるっと歩いてみましょうかね。トレイラーズベース115ですね、ここはね。ちょうどね、桜が咲き始めてますね。来週あたりいいんじゃないですかね。今日はね、4月の3日の日曜日ね、4月3日日曜日です。はい、ここはね、道の駅元気アップ村のすぐ横ですね。親水公園になってます。元気アップ村には、天然温泉もありますし、レストランもあるし、農産物の販売所もあるんで、結構新鮮な野菜がね売ってますので、その野菜を買ってきてこのトレーラーハウスに泊まってバーベキューやるっていうのもいいんじゃないですかね。よいしょ、ね、小川が流れて池があって、ね、今桜がね咲いてますが、いかがでしょうかね。皆さんご利用してみてはどうですか。よいしょ、ずっと反対側にトレーラーハウスがあります。よいしょ、空いてるこの敷地をね、キャンプ場にしてもいいんじゃないですかね。ちょっと流行りそうな気がしますね。よいしょ、あれは何で水芭蕉かなんか咲いてるんですか。もうもしかして水芭蕉が咲いてますね。そうだよね、水芭蕉だよね。よいしょ、水仙も咲いてます。水鳥もいますね。本当だ、メダカがいるんだ。わかんないけどね。咲いてた、水芭蕉咲いてたね。アメンボはいるけどメダカはわからない。よっしゃ、
元気アップ村の親水公園ね、元気アップ村の親水公園ね、トレーラーズベース、トレーラーズベースですね。トレーラーズベース一周してきました。はい、それではまた。